お願いします。邪魔します。来たことあるの？ずっと違った、草履だった、笑いじゃなかった。やっぱりこれですか。お茶でよろしいですか、はい、はい、誰か食ってください。未だかつて食ってるの見たことない。草履かつ定食、なんか普通のものに比べて圧倒的な値段の差があるんですが、うん、それは倍くらいあるじゃん、3倍くらいあるじゃん。ねえ、超違うよね。650円のものからあるのに2500円だもんね。聞いてからのがいいかもしれない。なんでこんなに差があるんですかって。これがミックスです。何と何と何エビと、これは何だ、ヒレとロースとメンチカツとチーズなんとかじゃないの。すごいね、ほんとミックスだね。失礼いたします、ロースの準備です。はい、ロースの準備。ロースの準備もこのくらいあるからね。これ昔食べたことあるの、このくらいの。いや、普通っちゃ普通だけど、肉は多いような気がするけど、普通の、うん、レンガ店よりはずっといいな。どうしよう。さあ楽しみだな。すごいです。マビカ君ね、行ってあげない。これがロースです。そしてこちらがヒレです。何が起きたのでしょう。なんか持て余し気味のような、一見すると普通のね、うん、普通のとんかつ定食がまだ残ってる。、うん、森山さんも普通のヒレカツ定食が半分3分の1残ってるような感じですね。一切れもらいました。一切れが大きいです。まあ、双方キャベツをかなり残してますからね。いや、野菜重要です、野菜は。キャベツの量からしてだいたい違うからな。とりあえず身近だっつったらやっぱ DK の、うん、DK はね、 DK だったらね、白根の方がねコンディション的に楽すごく。本当に、うん、楽だよ。でもあれができないじゃん。時間飛んでさ。